スティーブン・ウェイン・アンダーソンは、エリザベス・ライマンの殺害のために2002年に、カリフォルニア州のサンクエンティン州立刑務所で、致死注射により処刑されたアメリカ合衆国の殺人者。彼は、仲間の囚人と少なくとも7人の契約殺人を、含む、少なくとも8人の他の人の殺人を殺したか、認めたことが知られている。アンダーソンは、1971年に、強盗1件。 1973年に強盗3件の罪で投獄されていた。ユタ州立刑務所に収監されながら、アンダーソンは受刑者を、殺害暴行別の受刑者を、そして強制員を暴行。アンダーソンは彼が死刑判決を受けた犯罪の前に起こったネバダ州、ラスベガスでの他の6件の契約殺人を認めた。1979年11月24日、彼は 刑務所から脱出し、その後麻薬密売人のために働き、ユタ州ソルトレーク郡の東部山地で少なくとも1回の契約殺人を行った。1980年5月26日、当時26歳だったアンダーソンは退職したピアノ教師であった81歳のエリザベス・ライマンのカリフォルニア州ブルーミントンの家を強盗。深夜、アンダーソンはライマンの電話回線を ナイフで切り、フランスのドアからガラス板を取り除いて家に押し入った。彼は部屋ごとに居住者の家をチェック。ライマンの寝室に入った時、彼女は目を覚まして叫んだ。アンダーソンは0.245口径の拳銃で近距離から顔を撃ち、致命傷を負わせた。彼は彼女の体を毛布で覆い、中空の弾丸から排出されたケーシングを回収し、 彼は100ドル未満であるが、お金を略奪した。その後、アンダーソンは、ライマンのキッチンで食事を準備。カイサに気づき隣人が保安官の部署を呼んだ。彼が食事をし、テレビを見ていると、保安官がかけた電話に応答、逮捕に至る。彼は殺人を認めた。1981年7月24日、サンバーナーディーの軍の陪審員がアンダーソンに死刑を宣告した。 2002年1月29日にアンダーソンはサンクエンティン州立刑務所で死中者により処刑されました。彼は太平洋時間の午前12時30分に死亡したと断言されました。ありがとうございます。